授業ダンスなんてイージーじゃない。いや、そう、それでそういえばなんかそのダンスの子もダンスもなんかあの懇談じゃなくて、なんだっけ、参観日の時に親とかに見せるっていうか披露するんですけど、その参観日でなんかその時にリーダーを作ってやるんですよ。でリーダーは立候補制なんですけど、なんかリーダーをやってる子が、まあ、ダンス習ってる子なんですけど、なんかその子のダンス教室の先生が STU の私の先生と同じなんですよ。それでその子も結構、その子ダンス結構うまくって、でそのリーダーにいつも教えてもらってます。そんなにイージーじゃないですよ。そんなにイージーじゃないんですけど、そんな偶然ある、あるんですよ。なんかしかもその子はなんかあの無謀は夢、無謀の夢は覚めることはないの、あのダンサーになんか誘われたみたいなこと言ってて、でもやらなかったけどみたいな。世間狭いな。そうなのかな。うまいんですよ。偶然で同じなんですよ。カラオケ配信、今日はカラオケ配信じゃないけど最後に1回歌おうと思います、1曲。竹野さんが額縁蹴るところさらにやってほしかった。でも私はあんな風にできないです。あそこすっごいかっこいいですよね。なんか変わるぞって感じで、やれって言われてもこれしかできないんですよ。じゃあ今日の歌を歌いたいと思うんですけど、今日これから歌を歌ってランキングを読んで終わりたいと思うんですけど、今日の歌は無謀な夢は覚めることはないです。これあれなんですよ、カラオケがなくってアカペラなので、できるかなって感じ、って感じなんですけど頑張りますね。ここに歌詞があるんですけど、だからちょっと歌詞を見ながら歌わせてもらってもいいですか。どうしよう、歌おうか。そう、また発売前なんですけど、そう MV だけで覚えました。カラオケがないので、でももしかしたら間違えちゃうかもしれないし、テンポが違うかもしれないです。なんか聞いた、いっぱい聞いたんですけどテンポが難しくって、じゃあ歌っていきたいと思います。あ、どうしよう、立って歌おうかな。ちょっと待ってくださいね。あ、でも立ったらあれか、やっぱり座って歌います、ごめんなさい。じゃあ行きますよ、ごめんなさい、歌詞持ってます、行きます。君の目の前には無限が横たわる、銀河を飲み込んだ夜明け前の海、どんな勇気出せば渡れるのだろう、遥かな大陸よ、本当に存在するのか、見えないものほど見たくないんだ、自分のこの目で確かめたいだけ、誰かの受け売りじゃ意味なんかない、若さは向こう見つ、無謀な夢は覚めることがない、バブトナウラずっと焼き付いてる、叶うことない願いだからこそ手を伸ばし続けられる、希望と夢の言い訳しながら、そんな低い星を見てどうする、愚かなやつだと笑われちゃって、行ったことない世界へ Go ahead。 ありがとうございました。レッスンしましたよね。いや、レッスンはしてないんですけど、なんかテンポがちょっとずれちゃったかもしれないです。
若さは向こう水が、若さは向こう水、向こう水、なんかここが合わなくて、若さは向こう水なんですよかっこよかった、ありがとうございます。これなんかありがとうございます皆さん、めっちゃ緊張しました。そうなんです、テンポがちょっとずれてました。私なんか待たないといけないところが、無限が横たわるのだ銀河を飲み込んだもん、無限が横たわる銀河をって言っちゃうので